正解は SKE48 チーム E のあかりんこと須田あかりでした。あなたにあかりの唇って気づいてもらいたくて全部で19回も口づけしちゃいました。でももし分かんなかったって方はどこの女と間違えてんのよ。なんかこんなに自分の唇と真剣に向き合ったことがこんなになかったのですごい新鮮でしたね。楽しかったです。でも私昔からなんか SK に入ってからなんか自分の体のパーツというか気にするようになったりしてからかなんか握手会とかで唇のことを言っていただくことがたまにあるんですよ。で一回すごく印象に残ったのがあってあかりの唇の縦じわが好きでファンになりましたっていう女の子がいたんですよ。衝撃的すぎて。なので今回はその子にもそして他の皆さんにも私の縦じわの魅力がもっともっと広まればいいなと思いながらやりました。え、めちゃくちゃ嬉しいですよ。私でいいんだろうかと思ったんですけど、いやでも今日来てよかったです。本当にもう SK の唇代表として今日は出てきたのでちょっと自分の唇に自信が持ってたんじゃないかなと。でも前に一回ジュリナさんにまじまじと唇見られてすごいいい唇の形してるねって薄さとかがちょうどいいって言って絶賛されたことがあったので覚えてるかな、覚えてるといいなと思うんですけど、はい。なのでまあパッケージに自分の唇が夢みたいです。でも自分いつかは自分の顔のドアップがパッケージになるといいなと思ってます。一人でね。よし、できた。正解は HKT48 の宮城さくらでした。皆さん、もちろん私の唇って分かってくれましたよね。初めてこう唇を取るっていうのをしたのですごいドキドキしましたね。なんかあとこんな色の唇は普段つけないのでなんか魔女みたいで似合ってるか心配です。なんかかっこいい感じだったのでサンプルを見た。だから私の唇がどんな風にかっこよくなるのか楽しみです。正解は NMB48 のミルキーこと渡辺美幸でした。皆さん、わかりましたか？普段、口紅をつけないので、なんか、すごい唇が今違和感で大変です。でも、肩をきれいに取るのってすごく難しかったので、この綺麗に取れる奇跡の一つをがパッケージになってると思うので今からすごい楽しみです。唇はなんかよくメンバーからも褒められることが多くて唇かわいいねってよく言われるのですごくこの唇は大切です。その唇にこんなに口紅をたっぷりつけて挑戦したのでね、ちょっと今日は私の唇を自分でいたわってあげたいなと思います。なんかまさか自分の唇がパッケージになる日が来るなんて思わなかったのでまあ多分手に取られた方は誰の唇やねんって思うと思うので私のこの魅力的な唇も好きになってもらえたらいいなと思います。